ある森の奥深くに小さなネズミが暮らしていました。ネズミが森を散歩していると慌てた様子のウサギに出くわします。ねえ、ライオンが守ってる不思議な木を知ってる？その実を食べると翼が生えるんだってさ。ネズミはそれが信じられませんでした。そんなことはありえない。するとその時シンデレラがやってきます。シンデレラもまたその不思議な果物が気になると言います。ライオンだけ？果物はみんなのものだろう。僕が取ってくるよ。ウサギは驚きます。本当に？ライオンが怖くないの？そんなウサギを横目にネズミはクルミの殻をかぶるとヘーゼルナッツの殻でできた盾と剣を手に取ります。僕を恐れてるはずだ。待ってろよ、百獣の王。こうしてネズミは森の王ライオンのもとへと向かいます。ライオンは昼寝をしていました。ライオンを見るや否やネズミは震え出しますが前に進みます。ライオンを起こさないように静かに木に登ります。そして果物を取ろうとしたその時手を滑らせライオンの頭の上に落ちてしまいました。そこにいるのは誰だ？隠れてないで出てこい。この木は君のものじゃない。果物を今すぐよこせ。高いところから見下ろすネズミに怒ったライオンは今すぐ降りてこいと叫ぶと木を揺らし始めます。するとネズミはバランスを崩しライオンの手の上に落ちてしまいます。2個でもいいよ。1個でもいいんだ。シンデレラにあげるんだ。ダメだ。ライオンは怒ってネズミを弾き飛ばしてしまいます。ネズミはすぐに立ち上がると慌てて逃げ出します。なんで怒るんだ？なんで果物をくれないんだ？逃げろ逃げろ。怯えながら手ぶらで帰ってきたネズミにシンデレラがこう言います。ネズミさん、自分を信じて恐怖を克服するの。ほら、勇気を出して。一方、森を散歩していたライオンは大きなクモの巣に引っかかってしまいます。何をやっても逃げ出せそうにありません。うわぁ、誰か助けてくれ。誰か。その頃、鏡の前で練習をしていたネズミがそのライオンの声に気づきます。不思議に思ったネズミはライオンの元へ行き持っていた剣でクモの巣を切ってあげました。森の動物もシンデレラもネズミの勇気をたたえます。ライオンは助けてくれたお礼にとカゴいっぱいの果物を届けてくれました。果物をみんなで分け合いましたが誰の背中にも羽は生えてきません。でも羽が生えるんじゃないの？おいしいものを食べると幸せな気分になって羽が生えて飛んでいくような気分になるでしょ。その日からというものネズミはすべての恐怖を克服し森の仲間と仲良く幸せに暮らしました。